お待たせいたしました。それでは続きまして GT500 クラスの表彰式始めてまいりたいと思います。改めまして、ご観覧をいただいておりますファンの皆様、通路でのご観覧、それからソーシャルディスタンス確保できない状態での、表彰式のご観覧をご遠慮いただきますようお願いいたします。さあ、それでは熱い戦いになりました2021オートバックススーパー GT ラウンド3藤巻グループ鈴鹿 GT300 キロレース GT500 クラスの表彰式始めてまいります。では早速優勝チームからお迎えいたします。大きな拍手のご準備よろしくお願いします。見事勝利したのはカーナンバー23モチュールオーテック GTR を借りました松田厚木選手、ロニークインタレディス組おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして第2位ご紹介します。カーナンバー3フラットスポーツモチュール GTR
い、ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、では最後のポッドセッションとなりますので、ファンの皆さん、今一度大きな拍手をお願いします。ゲストの皆様、お取りください。どうぞ。はい、ありがとうございました。さあ、それでは改めまして、このセッションも終了いたしましたので、選手の皆さん、最後にご紹介します。2021オートバックススーパー GT ラウンド3藤巻グループ鈴鹿 GT300 キロレース GT500 の優勝はカーナンバー23モチュールオーテック GTR でした。松田次男選手、ロニー・クイッタレ選手、おめでとう。そして第2位カーナンバー3クラフトスポーツモチュール GTR 平手康平選手、千代勝正選手。第3位カーナンバー24リアライズコーポレーションカーナンバー GTR 高橋水野選手、佐々木大地選手、どうも今一度表彰台の各選手の大きな拍手をお送りください。はい、ありがとうございました。以上をもちまして GT500 クラス表彰式に終了させていただきます。では選手の皆様、順にご交代いただきたいと思います。はい、日産表彰台独占のセルフィーを、千代さん気をつけてね、足。無事取れましたかね。はい、ということで日産の皆さん、おめでとうございます。はい、おめでとうございました。以上、GT500 クラスの表彰式でございました。選手の皆様、おめでとうございます。ホームコース鈴鹿での優勝、松田千代選手、おめでとうございます。はい、ということでございまして、以上をもちまして2021オートバックススーパー GT ラウンド3藤巻グループ鈴鹿 GT300 キロレース表彰式終了させていただきます。ご来場いただきました皆さん、本当に熱い声援、ありがとうございました。次回第5戦ですが、9月の11日12日宮城県のスポーツランドスゴーで開催されます。